広島都市圏は、広島市を中心とする、経済地域で、広島市と周辺の衛星都市の集合体を指す。広島市都市圏人口は、10%都市圏の人口は約143万人。5%都市圏の人口は約185万人。1.5%都市圏による広島大都市圏の人口は約210万人。また、経済規模は、域内総生産は、 約5兆3849億円とされる。中国、四国地方では10%都市圏の人口、域内総生産は岡山都市圏に次ぐ規模であり、1.5%都市圏の人口は最大の規模である。広島県が指定する広島市を中心とした広域行政圏は広島大都市周辺地域広域行政圏、広島県などと呼ばれる。 広島市の南西に隣接する広域行政権は広島西広域市町村権、広島西県などと呼ばれる。これら二つの広域行政権は広島地域事務所によって統一的に管轄されている。総務省の制度に基づき広島県と山口県の12市13町が連携協約を結び広島広域都市圏を形成している。広島都市圏の範囲、愛路は 中心都市。2015年国勢調査の基準では、広島市を中心市とする西五町で構成され、2015年の人口は143万1634人である。おおむね10%通勤圏だが、詳しくは都市雇用圏に即する。通勤率が最も高い自治体は、府中町の50.20%であり、以下は通勤率上位5つの自治体である。 都市雇用圏の変遷それぞれの市町村の通勤通学者のうち5%以上の連単した範囲を広島都市圏を構成する市町村とみなす。人口規模はおよそ185万1000人。総務省により、広島市の1.5%都市圏は広島大都市圏と名付けられており、全国7番目の人口を要する。2015年国勢調査に基づいた人口は、 約210万人。1993年10月、広島県の旧秋国と山口県岸流地区にある主な市により、広島広域都市圏形成懇談会が設置され、広島広域都市圏と呼ばれる県域が設定された。これは小売り証券をベースにした経済圏で日常的な都市圏とは異なる。広島広域都市圏形成懇談会、厚生市長当初、 広島広域都市圏の地域内の町は、秋大田町、北広島町を除き、広島広域都市圏形成懇談会に参加していなかったが、後に参加している。以下時系列順に記載する。この結果、を三県域の内尾の道市を除いた地域がすべて加盟することとなった。さらに、2021年4月には、美北県域にあたる三次市が加盟した。 広島シティネットワーク JR 西日本が100万都市、広島にふさわしい都市型鉄道を目指して構築した都市型鉄道ネットワーク。範囲は通勤比率よりも利用者実数に依存しているため、10%都市圏外の呉市や岩国市までサービスされている一方、都市圏北部は10%都市圏内でもサービス、愛子家のサービスは先にスイカを導入した仙台に遅れて、 2007年9月より開始した。利用可能範囲には、山陽本線やクレ線、壁線、ゲイビ線などの広島シティネットワーク内のほか、JR 岡山市社管内の岡山地区、福山、お山地区も含まれる。高速道路国道、ありがとうございます。